の女の子に好き好き言い過ぎ問題です。配信上で女の子に対して、まあ、好きということをね、まあ、言っていると、それを本当にありえないっていうことで怒られました。でもはっきり言うけれど、俺の好きっていうのは配信で必要なことなんだよ。言ってしまえばリスナーさんのことを好きだっていう言葉を言うことによって、リスナーさんからアイテムをもらえるというワードだと思ってる。それに対してブチ切れるのは俺にとってはおかしいと思ってる。なぜなら佐藤さんちゃんに、俺はじゃあそこまで言うなら自分もね、もうクラブで働いてるんだけど、そのお客さんに対してどういう接客をしてるんだって話で内容を見せてもらったんだよ。そしたら、まあ、内容は言わないけれど、もう本当にその自分も言えないじゃんっていう LINE のやり取りだったんだよ。だからそれを俺に対して言うのはどうなのっていうことで昨日喧嘩したんだよね。だから昨日で3回4回別れました。はい、もう別れますって、いや私が別れるっていうやり取りを何回もした。で結局復縁しました。はい、なんかね、女性の方に好きだっていうこと自体がもう本当に許せないらしい。だからちょっと俺放送で女の子が俺に対してアイテムくれたりとかしてても、わーありがとう好きだっていうのはやめますね。はい、申し訳ないですけど、もう配信に縛りを入れるのはやめてほしい俺は。うん、まあ、そんな感じなことが昨日ありましたって話ですね。それ営業や仕事、まあ営業っていうかね、まあ俺にとってそのリスナーさんが俺のことを好きだっていうふうに言って、そのリスナーさんが私のこと好きで言ってくれてるんだ、じゃあパルちゃんにアイテム投げようっていう、まあね、ことだということを分かってくれないんだよね彼女は。まあ色恋とかじゃないけどさ、好きということによって別に嫌悪感を示すわけじゃないじゃん。リスナーさんの今にここにねいるリスナーさんの好きだ愛してるって言ったら嫌悪感を示さないでしょ。だからもうそういうことですね。はい、分かってくれないです。でお前の LINE の方でもおかしいじゃんっていうことで言い合いして、そしたら私は全く違うって言い出すから、全く一緒なんだけどっていうことで喧嘩したね。うん、まあ、仲直りしたんでね、昔の話を引きずってね持ち出して喋るのも良くないと思ってるんで、まあこれでお話は終わりです。はい、じゃあ今日も炎上ニュースやっていくんですけど、よろしくお願いしますリスナーさん。はい、あ、池ちゃんね、池ちゃん逮捕されたね、鼻折ってね、昨日本タイトルにしました。それは、うん、池ちゃん逮捕はもうみんな知ってるでしょ。里丸さんの鼻をぶん殴って折って捕まっちゃってんだよ。今出てきてないから48交流かな。じゃあ行きます。おはようございます。声がね枯れてるんですよ。だから言い方キモかったごめんね。おはようございます。ふわっちニュースキャスターのホモリです。
この放送枠は昨日起きた出来事を皆さんと情報を共有し知っていこうというわけです。昨日何があったのかな、昨日何が起きたの、それらを知れる放送枠となっているので、知りたい方は見立ってください。注意事項として、間違っている古いとコメントを連投する方がいます。古い古いという連投コメはやめてください。古いです、昨日起きた出来事を話すわけですから。さらに間違っているよとコメントを打つ方がいます。それはありがたいです。間違った情報に正しい情報、間違っていたら指摘してください。これはみんなで作っていく放送枠なので、でやっていきます。ふわっち大炎上ニュースです。よろしくお願いします。みんな待ってた、うん、オンステージです。じゃあまず早速一つ目のニュースから、ふわっち社会的ニュースです。社会的ニュースとは、社会に影響を与えたニュースを私がピックアップし、それを紹介していくコーナーでございます。なので、ふわっち、社会的ニュースです。よろしくお願いします。じゃあ、まず最速、一つ目の社会的ニュースはと言いたいところですが、もうマジで声が、ちょっとシュガレット、カスカスなんだよ。で、聞き取りづらいと思うんだけど、そこはもうご了承ください。もうね、僕もね、龍角散舐めたり、まあ、いろんなことをしてねケアしてるんだけど治らない。だからもう本当にごめんなさいね、声のこの悪さ。はい、じゃあまず一つ目のニュースから、こんな事件があったそうです。いやー怖いねー。なんでこんなことがあったんだろう。こんなね、怖い事件があったということですね。通報を港に、両足を布テープで縛られた男性の遺体を発見。事件の可能性も視野に捜査、大阪だって。9日午後10時頃、釣りをしていた客からテトラポットに乗り上げている死体を見つけたと通報があり、遺体は20から40代の男とみられ、死亡数日経過してると見られているということらしい。まあ日本って平和でさ、殺人とかめったに行われないって思われがちだけど、年間でだいたい俺が調べたら100件以上は殺人事件って起きてるんだよ。実はあんま知られてないけれど、だから平和じゃないです、日本は。1日に、いや3日に1人は殺人が起きてるんだよ。はい、でね、まあこういった事件っていうのは、まあ、間違いなくヤクザとか半グレが絡んでるものだと思ってる。多分コンクリートで固めて沈めたんじゃない？だけれど、そのコンクリートを沈めた際にコンクリート割れて出てきたって可能性が高いね。俺はね、そう思ってる。プロがやった犯行が起きたんじゃないかなと思ってます。あ、去年は900人だって殺人事件。怖いね、マジで。だから1年以上だよ。
体から出るガスはコンクリートも割れるからね。あ、そうなんだ。それは知らなかった。まあ、だから闇バイトとか流行ってるけど、本当に気をつけてね。うん、ちょっと、全然関係ないけどさ、女の子が出稼ぎで海外行って、そのまま、とんでもないところに売り飛ばされて、日本に帰ってこれないって事案も起きてるから。異国の地に、アメリカとか、ね、ベトナムとかで風俗ね、やるだけでもう500万とかさ、そういう話を聞いて乗って、海外に飛んだ女の子が、なんかもう、モンゴルあたりに行ってさ、しかも無法地帯のとこで風俗やらされるとか聞いたことがある。うん、だから気をつけなきゃいけないよ。はい。まあそういうことです。ちなみにですね、はい、社会的ニュースはこれで終わりません。こんな事件があったそうです。皆さん、朗報ですよ。働く時間の労働基準が変わります。これは嬉しいね、リスナーさん。14日、検討ね。14日以上の連続勤務禁止へ、労基法改正で上限を導入。現在は週1の休日を原則としつつ、4週間を通じて4日以上の休日を与えれば足りるとしている。4週間の最初の4と、次の4週間の最後の4日間を休日すると、48日間勤務させることが可能だが、これを見直すということらしい。要するに、休みがね、無理してさ、ね、取れなかった休みが、労基によってね、取れる可能性が高くなるということですよ。うん。休みが取れるってことだよ。ね。でもそんなやついるんだね。どんだけ仕事が好きなんだろう。じゃあそういうことですね。48連休、30日で5、6日しかないんだか、ね、ってことですね。どういうことだこれ。4日で開けて4時間、4週間で24日で4週間で4日、休日入れて最長48時間の連続勤務を休日。改正後は13日勤務になる。あ、なるほどね。よくわかった、これ。2週間の勤務になるんだ。だ2週間以上は、だったら休めるってことだね。これめちゃくちゃいいじゃん。うん。だから配信者もそうなんじゃない？だから働かすぎも良くないんじゃないかな。俺毎日、俺休みないからね。ずっと配信やってるもん。その、毎日毎日ね。うん。俺も休みたい。じゃあ、そういうことですね。はい。自営業なんて関係ない？なんで差別するの？自営業をさ、うん。じゃあ、こっから皆さん大好きなふわっち大炎上ニュースの本筋をやりたいと思います。あのね、ピンクニュースはなかった。うん、はっきり言うけれど。だから、ピンクニュースが知りたいとか気になるって方は、まあ、ちょっと自分で調べてください。なかったんでね。はい。じゃあ行きます。本筋ふわっち大炎上ニュースです。よろしくお願いします。メクソほくろです。いい加減にしろよ。はい。じゃあまず早速一つ目のニュースから。
これはね、ちょっとびっくりした。多分これは、もう運営も言ってもいいと思うんだけれど、俺自身の問題でちょっと話しますね。いいですか？いきますよ。ふわっち、大炎上、ニュースです。まず一つ目のニュースから。はい。まあ、なんとですね、運営から、メールが来てましてね、うん、配信の部分に関して、まあ、いやこれ言っちゃダメかもしんない、うん、これだって運営さんからの直接メールが来たんだよ、その差し押さえについて、その部分に関しての話したからやめとくか、これ。いや、言いたいんだけどさ、いや隠すということじゃなくて、運営に対しての信頼がなくなる気がする。だからちょっと凍結が終わった後に言っていい、そういうの。いやもう言うか、別に言っていいよね。あのね、延長チケット買えなかったんだけれど、運営からね提案が来てさ、あの市役所に、やっぱやめとくわ言うの、やっぱ言い換えって、いやだから税務署の方にね話をつけて、延長チケットを買える金額を、やってくれたらしい。だから、まあ延長チケットを、買える可能性が高くなったっていう話だね。だからこういうこと言うと忖度豚とか言われるからね、あんま言いたくないんだけど、うん、だからまあ。まあ、言ってしまったから言うけど、まあ運営にちょっと忖度されたのかななんて思っています。はい、あの運営さんが30分の放送だったらまあまあならないですよねと、じゃあ延長チケットの分に関してはちょっと市役所の方に聞いてみますねっていうねメールが来たんだよ、うん、これ言ってよかったのかマジで怖いな。ちょっと今のなしのおかんで、でもさ結局俺思った延長チケットが復活してたらどうしてってなるから、やっぱり説明はしなきゃいけないと思うんだ。だから分かる、これ答えだからさ言っても間違ってないよね俺。うん、明日払うんだよね。だから明日長野県行ってくる。だから払うのは火曜になるかな。そう、明日昼の炎上ニュース終わった後に一応長野行くわ。うん。で長野行って、で多分夕方くらいになるんだよ。間に合えばいいけどね。で、そのまま火曜日あたりで昼間にちょっと支払い行って凍結の話してくるわ。行きたくないけどね、直接。朝一行けよ。朝一って明日の朝行けってこと？いや振り込めないっていうか、あの今現状振り込みの用紙来てないんだよ。支払いの額の口頭で説明された金額が273万ぐらいって言われてるんだよ。274万とか。ね。だから、今、あの、市役所も休みだし、うん。紙来てないよ。引っ越しちゃったからね。
そもそも紙が来てなかったから俺は支払いできなかったって言っても過言ではないけどね。言い訳じゃないけど。まあ、とりあえず支払ったら絶対に証拠の画像を貼るから、ツイッターでこれだけ払いましたよ。やるから、そこはね。さすがに。で、今日行けばいいやろ。今日って。役所に一回電話入れなきゃいけないでしょ。役所繋がんないもん。だから一回どうしても予約みたいなの入れなきゃいけないじゃん、役所に電話して。担当の人と。その人が休みかどうかって折り合いつけないと、行ってもさ、今、意味なくない？連絡なしで勝手に行くの、明日。意味ないと思うけど。予約いるからね、俺は、ちなみに税務署の方は。担当の人が休みの日とかあんだよ。俺の徴収部門の部分はね、あったからね、所得と消費税の人、休みあるんだよ、平日でも。で、支払いができなかったってことは結構あったから。で、担当の人はまた別だからね、住民税は。役所だよ、一緒だよ、そんなもん。担当はいるんだよってだから。ね、担当女の人が出てきたよ、お前。俺正直ムカついたよね、その担当の人に。死ねばいいんですかって聞いたから。お金一切、生活費最低限下ろせないんですか、死ねってことですかって俺はっかっちゃったからね。だからちょっとそこら辺がマイナスだよね。お前も同じこと言ったら入って、お前くんって凍結食らったことあるの？まあ、とりあえず、明日行く。月曜日、何とも言わない、これ。月曜日に連絡して、担当の人に。で、火曜日あたりの、まあ、昼間に、炎上ニュース終わった後に、やるわ。まあ、そんな感じです。じゃあ、普通の炎上ニュースやっていきますね。なんだろうな、ひどいコメントが多いね。あ、そう、マイナンバーカードのやつも作らなきゃいけないし、もうめんどくさいわ。なんで人生ってこんなめんどくさいんだろうな。本当にダルビッシュ。だから、身分証を作るからね。じゃあ、いきますね。ふわっち大炎上ニュース、次！はい。住所変更だからするって。すごいな。でも、休むなよ、お前。今、佐藤さんから、連絡来ました。ごめんね、そんなつもりはなかったんだから、昨日、まあ、こういったね、LINE を、LINE が送られる画像で、そんな女はやめて私にしときというね、5000円アイテムが飛んだんだよ。これを見て、佐藤さんがブチ切れたって話です。はい。俺がこれに対して、好きっていうふうに言ったんだよ。
生徒向けてるっていう今 LINE が来てる。で、ほんとだるいよね、めちゃくちゃ。こっそり育もうとかね、はい、これこういうねやり取りしてる部分にブチ切れてるね。今いるな、さとさちゃん、ちょっと言うわ。社長に優しくしろって言われてるだろう。いや、いい子なんだけどね、今ほらあれなんじゃない、生理なんじゃないかな。昨日からちょっとなんかおかしいんだよね、性格が。イライラしてんだと思う。ヘイト向けたく欲しくないらしいから、もうヘイト向けるのやめますわ、うん、300万もらって里田ちゃん守るっていう話しただろって。だから別に里田ちゃんに対してなんて言うんだろう、別に嫌いとかそういうのはないけれど、でも僕も人間なんでね、ずっとさわがまま聞いてられないよ。謝ってくるよ。ごめんね。ごめんね。分かった。ごめんね。もうさ、ひなもこんなんで。ごめんねって。こんなんでマジでやりたくない。うん。本当に。ごめんね。ごめんなさい。仲直りでいい？仲直りでいい？こんなちっちゃなことできたくないよ。もう何今謝ってんじゃん。仲直りでいいかどうか。仲直りしてきた、本当に皆さんすいません、はい、これからね2人はね、僕はずっとさんのこと好きだしずっといたいと思ってます、これ本当です。で、佐藤さんのことに対してちょっと感情をあらわにしてて見苦しいとこ見せてごめんなさい。で、里田ちゃん、本当にごめんね。うん。一緒に仲良くやっていこう。本当にごめんなさい。うん。でも最近、里田ちゃんはね、すごくね、なんかね、暴力的なんだよ。そこら辺とかも、ちょっと俺嫌になってきてるというか、
昨日俺金玉殴られたんで、俺マジにキレたからね。うん、何もしてないのに金玉殴られたもん。めっちゃキレた俺それ。あのね、これ笑ってるやついるけど、金、男の金玉ってめちゃくちゃ痛いよな。あるふざけのノリの息を超えるよな、男の人。普通に顔面殴られたと同じだよな。じゃあそういうことで、お腹治りしました。じゃあ次のニュースいきます。はい、次が、あ、はいはい、これびっくりしました。くるちゃんの全財産が公開されました。とある女性配信者の、閲覧ね、200から300の女性配信者の口座が公開されたということです。それがくるちゃんですね。くるちゃん自身がツイッターで上げてました。全部写すとちょっと良くないんで、あの一部分だけね、来る、30歳女の全財産と投稿しております。うん、アイコンがね、ぬいぐるみで2人ね、可愛らしいぬいぐるみの2匹をね公開してるわけですけれど、はい、こうなってます。くるみ様と書いてるんですが、3万8917円ということが判明しました。いやー、これはちょっときつい部分があるだろうね。くるちゃんはね、一人身の女性で、こう3万8917円は相当痛いで、でくるちゃん確か一日バー来た時にシャンパン入れてた気がするんだよね。シャンパンね、あのシャンパンも相当苦しかったと思うよ。うん、まあ、彼氏いるらしいけれどね、やっぱこれだけ以外にも持ってんのかな、どうなんだろう。で、親御さんにも お金をくれって言われてるらしいよ。うん、あの宗教の滞納金となんか6万円の生活費とかなんとかっつってね。でくるちゃん3万8917円だから板挟みされてるんだよね、宗教。そう、宗教のなんか年会費みたいなやつ払わなきゃいけないんだよ。それが3万円ぐらいの支払いっていう風になってた気がする。確かね。あ、そうなんだ。うん、38,917円、俺も人のこと言えないけどね、はっきり言うけど。でもその女性がこれだときつい部分があるからね、くるちゃんが放送やってたらみんなね助けに行ってあげてください。くるちゃん大丈夫かと。ってことですね。彼氏に頼めっていうか、彼氏もね、何て言うんだろう、はっきり言うけどマッチングアプリで言ったら彼氏だから、ペアーズの。うーん、俺はね、もううまくいかないと思う。マッチングアプリだと男はやりちんだと思うよ。
だって喧嘩したらしいけど最近ね、その理由がペアーズという、ね、マッチングアプリをまだ入れていたことなんだよ。だから下心と浮気心がありまくりなんだよ。だからもうね、そこら辺も心配ですね。で、お前ね関係ないだろ。まあそうなんだけど、まあ心配させてよ。ね。じゃあ次のニュースいきます。お前が投げればいいじゃん。お前が投げればいいじゃん。凍結食らってるっつってんだろうが。何回休んだよお前。ぶっ飛ばすぞお前。じゃあ次いきます。次が、なんとですね、金梅さんの直近がわかる、真央ちゃんというね、金梅さんの側近、いや、金梅さんの元カノ、金梅さんの、まあ、何なのか、まあ、大切な人、はい。その真央ちゃんが、新しくツイッターを始めたそうです。これによって、金梅さんがどういった状況なのかっていう説明をね、真央ちゃんが報告してくれることになりました。奥さん、いや、まあ、奥さんっていうか、まあ、支えだよね、金梅さんの。あ、ちなみに、これはすごいですよ。カガーニャ・ロマニ・コンティさん。やっとアメックスの1000万以上使えるようになったわ。年会費高すぎるので、1000も使えないとかマジで許せなかったけど、育ててよかったと。つか他の人なら数千万円いけるはずよな、許せねえっていうふうに投稿してます。なのでカーニー香川1000万クレジットカード限度額突破です。はい、これはちょっとね、香川さんに何でも買ってもらう。これ1000万以内だったら何でも買ってくれるよこれ。アメックスってすごいよね。アメックスって俺も欲しい。アメックスで聞いたことあるんで、アメックスのシルバー、ゴールド、そしてプラチナ、ブラック、ステンレスって聞いたことある。最上位がステンレスだって。これがやばいらしいんだって。うん、ステンレス聞いたことある。あ、すごくないの。あ、チタンか、チタン。それがすごいらしいよ。チタンね、チタン。そういうのいいよね。チタンはもう上限ないらしいよ。翌日は、なんかアメックスやっぱ年会費高いらしいね。とりあえず香川さんは有料物件、1000万見つけます。はい。じゃあ次のニュースいきます。チタン、ブラックの下だぞ。いや、ブラックの上が、なんか、チタンでしょ？なんか、合ってるよね。これだから、田舎もんはわからないんだから。うん。ハンカード、ダイナムカードね。そういったカードを持ってます。はい。ね、皆さんよかったら作ってみてください。すぐ作れるんでね。で、話戻して、真央ちゃんの写真のツイートを見てみますか。金梅さんの近況報告が報告されてます。金ちゃんね、現在ツイッター自分で更新してなくて、真央ちゃんが情報を更新するという形になっております。金梅を、これ真央ちゃんの、アカウントです。これはなんで言い切れるかっていうと、ヒカルが真央ちゃんのアカウントを拡散したことによって、真央ちゃんのアカウントだということが確定しました。ヒカルは真央ちゃんと LINE 知ってるから、やり取りしてるからね。
金梅を応援してくださっている皆様へ、金梅のポストも配信もなく、ご心配ご不安な気持ちにさせてしまっていることを深くお詫び申しいたしますと。金梅は常時居場所を特定し、自宅に着払いで大量の弁当を届けたり、救急車や警察を呼んだり、少しでも休んでいると自宅に来たり、病院に嫌がらせや電話やメールをする人がいて、普通に療養もできない状況にありますので、治療に専念するためにも、詳細なご説明は今後も控えさせていただきます。控えさせていただきたいのですが、金梅は現在治療を頑張っていますということらしい。なんで光に連絡、光が確か麻雀で連絡取り合ってんだよね。詳細なご説明を今後も控えさせていただきたいのですが、金梅は現在治療を頑張っていますので、金梅の日常や変化等がありましたらこちらの X からポストさせていただきますと、引き続き金梅をよろしくお願いしますという投稿があると思います。だから入院してるかどうかも分かんない、実は。もうちゃん家で療養してるかもしれないし、はたまた、入院してるかもしれないしということで話題読んでる、これが、何なのこのマオってでしゃばりは。あ、マオちゃんのことあんま知らないリスナーさんいるんだね。金梅さんが唯一ね愛した女だよね。ハリー・ウィストン300万の指輪を送った女です。金梅さんがウィストンをね、すごくない？指輪だったよね。愛してるでしょ。真央ちゃんね。真央ちゃんと金梅さんいろいろと揉めて裁判になったりとかいろいろあったんだけど、まあ、次から仲直りしちゃえ。あとは、その亡くなる部分に関して、真央ちゃんがずっと付き添ってあげるみたいな形なんじゃない、まあ、死んだら、便所さんや正也の方に連絡行くと思うよ。300×200 か、はい、まあ、そういうことですね。じゃあ次のニュースいきます。はい、すごいね、ツバニのネタしてないね、ツバニのネタばっか。まず、あ、引っ越すと、なんか新居という話も出てたね。確かに新居スクショしてたかな、俺、新居のやつ。なんか新居の話もあるんだよね。こちらまおちゃんのアカウントね、これが本物です。クソはついてません。腹クソです。これね、金梅さんの近況を知りたい方はまおちゃんのツイッターを見た方がいい。マオで金梅出てくるわ。これか。もう8000人いるわ。俺が見た時はフォロワーゼロだったのに8042人いる。あ、9日は、X のことや新居のこと等今後気にしていたので、早い段階で自分で発信を始めるだろうなと思ってます。だから早い段階、配信やるんかな、これ。で、新居も何？引っ越すの、これ。のんきに人のネタで話してる場合じゃない。バカじゃないの。のんきに話してるわけじゃなくて、これが俺の仕事なんだよ。ニュースキャスター、ほんまりだよ、お前。まだやん、リポーターはちょっとやってます、リポーターも。ホモリウイストンですよ。はい。
ょっと鼻水くんは。ニュースキャスターとか受ける豚、甘口の聞き方気をつけるよな。はい、じゃあ次のニュースいきますね。なんかね、接し方間違ってるよねお前ら。ぶち切れそうだよ。善逸くんですね。はい、善逸くんがね、えパチ王子と昨日喧嘩したということらしいです。これはふわっち監視員さんの方ですごい揉めたらしいですね。瓶を持って振り回して殴りにかかりに行ったりとかして、ね、すごい喧嘩があったということです。いつでもいいってわけじゃないから、ビール瓶投げて、年上だからビール瓶投げて、謝ったって。でも全然の時はだから俺も謝ったじゃん。ここでも払え。は？おかしいだろおい。なんで自分が飲みに来たんだろ。その分払えよ。お前が止めてからやで。私の土俵で壊ったんだよ。ふざけんなよ。謝りに来てんだよ。俺言ってくださいからな。何考えてんだ。あ！ちょっと、いや、当たり前のことだ。当たり前のことだ。前より俺には当てるか。当たり前。ハチカチーザね。こういうふうにね。あの動画がね、あるんで、半分以上あるんで、これ見たい方見てください。まあ、結局暴力振ってないんでね。その後、なんかスケロクちゃん、男の人、善逸くんとスケロクちゃんいたらしくて、スケロクちゃんが、ナンパされたらしいです、男に。それに対して、善逸くんがスケロクちゃんと口論したみたいな感じがあったということらしいですね。まあ、無事、ね、問題解決したらしいんだけれど、まあ、浮気はしないようにね。はい、川上ちゃんのお店だね。善逸は許せる。なんでだろう。善逸くんはまあ基本優しいしね。でも俺はね、善逸くんは忘れてないのが、ね、大阪から神戸まで徒歩旅するときに、あんなのは散歩だって言われたときね、放送中、しかも俺が歩いてる最中に、ハトコメだけは絶対に許さないよ。本人はもうそれ言ったこと認めてるから。あれだけ許さない、許せない。正解だろ、豚。まあそういうことです。はい、さあ皆さんお待たせしました。本タイトル。とある配信者が、復縁です。嘘だろー、復縁ですか。なんと、あの配信者が、まあ、復縁というよりバレたって感じですね。はい、なので今配信会でも衝撃が走ってます。その人の名前はなんと、なんとナイスね、押してください。押せる方でいいんで、もうナイスの目標はもうリスナーさんしたいってことで、もうパッと言います。はい、とある配信者が復縁、その人の名前はなんと、なんとこの方です。部長山田です。うわ、実は山田さん222ね、まなみというね、女性と付き合っていたんですよ。はい、そのまなみという女性と付き合っていて、別れる放送をしてたわけね。で別れたんですよ。でもう、付き合ったらもう配信やめるぐらいの勢いでね、語っていたんですが、実は別れた2日3日後ぐらいに復
煙していたということが判明しました。そして、その判明した部分が昨日ですね、たまたま、女の人の声が入って、あれ誰の声っていうふうに疑問視が上がってね、まあ進めていくうちに、まなみちゃんの声だったと、復元していたことがバレてしまったということです。まあ、で山田が電話してこいって言ってたんで、ちょっと山田に電話します。まあ、そもそも別れてないってことらしいけれど、いやまだね、一応起きてると思うんだけど、寝てるかな。3日間だけ別れてた。そうそう、そんな感じだったね。うん。で、まなみちゃんとは、山田は付き合って、2年らしいよ。2年。あ、やっちょくんの撮影か。あ、ゼロワットのやっちょくんの撮影か。じゃあ無理だね。映せない。撮影、山田なんでゼロワットの撮影が、あ、知らんかった。お、電話待ってるぐらい言われたけどね。まあ、そういうことで山田部長を女性問題で話題になって炎上したということで、それによって、誰がかわいそうかって話になった時に、ひきこもりちゃんがかわいそうだなってことになったそうですね。ひきこもりちゃんが、まあ、山田に対してガチ恋してて、まあ、1500万以上投げていたと。その際にね、まなみちゃんと実は付き合っていたなんていうね、とんでもない過去が出たわけですから、どういうことなんだってことで。で、山田って投げ資産ついてるんだよ。平均月収300万。その300万の平均月収がある中で、この、色恋、まあ、その彼女が色問題に直面してて、なんか投げ師が離れてしまうなんていう話も出てる。はい。だから、これはどうなんだろう。山田、いや、俺はね、山田は別に、俺、山田は別にさ、まあ、その、裏切られたとは思わないけどね、シンプルに。いや、裏切られてなんのかな。まあでもそっか、投げ師さん離れちゃうかな。で、山田の投げ師さん流出で、山田のことをどう思って見て投げてた可能